高田明人は、日本の実業家、株式会社、ジャパネット高田代表取締役社長。同社の創業者、高田明の長男。1979年、長崎県佐世保市で姉、妹の三人兄弟の長男として誕生。7歳の時に、父がジャパネット高田の前身となるカメラ店を開き、家族で自宅券店舗の2階に住み、 商売をする両親の姿を見て育った。母の子供は早く自立させた方が良いという教育方針もあり、福岡県久留米市にある中高一貫校久留米大学、附設中学校、高等学校へ進学し、親元を離れ寮で暮らす。一年浪人した後、東京大学理科二類に入学し、教養学部へ進学、卒業を。2002年、野村証券に入社。 アメリカ留学を経て、2003年にジャパネット高田に入社し、販売推進統括本部長、商品開発推進本部長などを歴任。2010年、総合顧客コンタクト本部長兼商品管理部長を兼務。2010年、ジャパネットコミュニケーションズ設立時に代表取締役社長。2012年、ジャパネット高田代表取締役副社長兼。 ジャパネットコミュニケーションズ取締役に就任。2012年7月、1商品を1日限りで特価販売するチャレンジデーを企画。当初、父からは在庫が残るなどの理由で反対されたが、結果的に大成功し、大量販売のモデルを築いた。ジャパネット高田の次期社長と目され、2015年1月に社長に就任した。 先代とは異なり、自らショッピング番組には出演しない方針である。ありがとうございます。